can continue from a previously saved game. なめくせいにやってきたごはんたちであったが、ついて早々に自分たちのほかにドラゴンボールを集めている邪悪なフリーザ一味と遭遇する。フリーザのあまりに強大なパワーにごはんたちは同じくドラゴンボールを求めてやってきたベジータと手を組むことを余儀なくされたのであった。一方その頃、ベジータとの戦いの傷も癒えた悟空はブルマの父親に作ってもらった人工重力装置付きの宇宙船に乗り込み、激しい修行をしながらナメック星へと急いでいた。ベジータたちの度重なる妨害に怒り心頭のフリーザ。フリーザはついに親衛隊であるギニュー特戦隊を呼び寄せたのであった。強大な力を持ったギニュー特戦隊、そしてフリーザに果たしてご飯たちは勝利することができるのか、そして悟空は間に合うのか。ご飯、聞こえるか？ピッコロだ。今海王を通してお前の心に直接話しかけている。呼び捨てにするなよな。海王様と言える。よく聞くんだ。一つ目の願いで俺を生き返らせるんだ。俺が生き返れば神も生き返る。そうなれば地球のドラゴンボールも復活して他の連中もよみがえるはずだ。そして二つ目は俺をナメック星に飛ばしてくれ。俺は戦いたいんだ。仲間を殺したフリーザというやつと。わかりました、ピッコロさん。デンデ、一つ目は地球にいたナメック星人を生き返らせるように頼んでくれ。二つ目は生き返らせたナメック星人をナメック星に飛ばしてくれるように頼んでくれ。ここがナメック星か。おっと、感傷に浸っている場合ではない。ご飯どもを探さなくてはな。俺と似ているナメック星人というやつか。どう鍛錬したかわからんが、信じられんほどのパワーを身につけているな。それだけに残念だ。元通りの一人のナメック星人になって記載すれば、フリーザにでも勝てたろうに。再び神のやつと同化すればフリーザって野郎の力さえしのぐというのか。今さらどうしようもないことだ。俺はあんなやつと二度と同化する気はない。私と同化しろ。お前のその力が数倍にもなる。嬉しい申し出だが俺はごめんだ。俺は俺でいたい。人格まで貴様などと同化したくない。失敗するな。人格はお前のものだ。私はただのきっかけに過ぎない。
いいだろう。試してやる。だが、少しでも気に入らなかったらすぐに追い出すぞ。なんという力だ。信じられんほどの凄まじい力が、俺がどうかというやつなのか。ご飯の気が消えかかっている。俺とまともに付き合ってくれたのはお前だけだった。そしていつの間にかお前は俺の心の中に入り込み、消し去ることのできない存在になっていた。ご飯、待っていろ。今行くぞ。待たせたな。やつがフリーザ。なるほど、確かにとんでもなさそうな化け物。こいつ、これまでのナメック星人とはどこかが違う。ただものではなさそう。とは言っても、所詮この俺の相手ではないのね。
的に行くぞ。貴様らに殺された、ナメック星人の怒りを思い知れ。勘違いしているようだな。今見せたのが本気だと思ったのか。さっきは悪かったな、貴様を舐めていたんだ。だが実力をな。俺もだ、本気でやろう。お待たせしましたね。さて、第2回戦といきましょうか。化け物め、やるな。今のはいい攻撃でしたが、もはやこれまでのようですね。
ついてくる。孫悟空。ナメック星のシェンロンであるポルンガの願いによって地球に戻ってきたゴハンたち。だが悟空はフリーザとの決着をつけるため一人ナメック星に残っていた。悟空とフリーザの壮絶な戦いの影響でナメック星は崩壊。悟空が死んでしまったと思っているブルマたちはポルンガに悟空を生き返らせてもらおうとする。しかしポルンガはその願いを拒否したである。なんと悟空は生きていた。自力で帰ってくるとポルンガを通じて伝えた悟空。死んでいた仲間たちを生き返らせ、ゴハンたちは悟空が帰ってくる日を楽しみに待つのであった。